ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。いよいよあれですね、あの緊急事態宣言ね、うん、22日からとかね、東京もね行ってました ね大阪もやばいです ね大阪増えてます。大阪ね、そう、あの本社あるんですけど、あのいよいよ向こうもねそうだしね、うん、ちょっとねイベントね、うん、危機になってきましたけど、なんとかしのいでね石田さんやりたいなと思ってるんで ね、もう申し込みもだいぶ入ってると、入ってきます、うん、ね、順調に来てるんでね、うん、ちょっとだから規模とかなんとかね、いろいろ考えてもね、うん、なんとかちょっと大阪の人のためにねやりたいと思うんで ね引き続きね、あの申し込みをねしたいと思います。そうですね、ディスタンスしっかりとって、うん、そう、もう完璧ですよ。もう5メートルが取ったらいいんじゃないですか。ね、5メートルぐらいね。あんまりやるとね、遠いよみたいな、ね、聞こえないからね、それもちょっと考えなくちゃいけないけどね、いろいろちょっと会社としてもね対策練りたいと思いますから、ね、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。でちょっとあのその影響もあって今日ね、うん、あの円高にねちょっと進んだんですよね、夕方ね、はい、でまずちょっと先週振り返ってドルの戻しなかったんですよ。私あまり言わないんだけど、先週は、ドルの戻り予想して、はい、うん、やられたんで今週挽回します、うん、前もって言っておきます。はい、うん、はい、あの 強烈な、指標があるんでね、これはあの後ほども楽しみということで、ちょっとあの先週ね振り返りましょうかね。これね、ポンドがね結構あの乱高下あるんですけどね、うん、あのやっぱり一番しっかりしてますよね、まあ、アストロゼネカかな、うん、ね、そこのワクチンが、うん、最初に打ったということで、あの非常に経済もね、はい、立ち直ってる。実際経済は厳しいらしいんですけどね、うんうん、でもまあ、小売店舗とかね書いてますけど、パブとかジムとか美容院とかね、うん、ね、営業再開されたというロックダウンから ね、うん、いい状況なんでね、うん、もうイギリス人万歳三唱って言ってましたもんね、うん、それはそうでしょうね。だからなんかあの 2人以上で散歩しちゃいけないとかなんかね、あのいろいろありましたもん、テレビでやってました。結構細かくね厳しく決められてましたから、うん、だからやっぱりね、そうやってあの日本もやってればね、うん、今ほら法律ないからできないけどね、やっぱある程度そういうふうにやれば、うん、こうなってないんですよ、うん、ね、本当にあの、お客さんと話しててもオリンピックねやるやらないで意見分かれますけどね、うん、これでやってどうするんだろうみたいなね、本当にやっちゃうんですかねオリンピックね、うん、っていうかだからまあ皆さんもご存知ですけど、あの菅さんがね、はい、あの訪米してねバイデンさんと会うために会うんで、うん、要は緊急事態宣言まだやめとけみたいな話じゃないですか、うんうん、で俺帰ってきた瞬間に22日からやるって言ってるでしょ、うん、でこの状態もう無理でしょって、うん、ね、本当選手には ねかわいそうって申し訳ないけどね、うん、ただまあその本当にイギリスとかでね、はい、やるんだったらね、うん、成功したんでしょうけどね、うん、まあ、これはちょっともうしゃあない結果論だからね、うん、あとまあ次にね、ワクチンの接種停止呼びかけということでね、はい、これもありました。ただまあ、あの問題が起きたというね、そうですね、うんうん、血栓がね発症したとか ね、まあ、それなかなかねやっぱり、はい、あの体調万全な人がね打つのと具合悪い人打つの違いますよね、うん、年代も違うからね、合併症とかね、そう、ありますからね、日本もこれから始まるんだけどね、はい、これも問題ありますよね、うん、過去の病歴に対してのねやっぱり臨床がまだ全部完璧に終わってないっていう感じだから、そうですよね、何とも言えないらしいですね、うん、だ例えばあの私が明日ね、はい、打つか打たないかって言われたら打たないですよ、うん、なんかやっぱり年寄りだから、うんうん、もういよいよねもう老人の域になりますからね、いえいえ、まだ若いね、まだまだです、うん、であとあのドルがね、はい、だからあのその後ね、うん、15日かな小売売上高、はい、これを読んでたの先週はね、うんうんうん、あの強い内容になるということでね、うんうん、確かにいい内容だったんですよ、うんうん、それでも結局プラスね、はい、バイデンさんのね、うん、追加経済対策とか、うん、1400ドル直接給付とかね、うん、力強い発表があって金曜日下げちゃったのね、うん、これじゃちょっとあのファンダメンタル信用できないなというね、うん、ただちょっとあのテクニカルで言うとね、うん、今月頭から、うん、要はちょっとドルがね、うん、例のボリンジャーバンドね、うん、はい、これにちょっと引っかかると具合悪いよということをずっと書き続けたんですけど、うん、その通りになっちゃったのね、うん、ちょっとねチャート出してもらってます、はい、これちょっとねあのいろいろ書いてますけど、上がね、うん、ボリンジャーバンドで下がマック D なんですよ、うん、中心線ってありますよね、うん、ここを下回ると4月の頭に中心線を下回ると要は4月13日、うん、はい、ここ下回ると具合悪いよって自分で書いてるんですよ、うんうん、下回ってます、ブログでも書いてるの、はい、で完璧に下回っちゃったのね、はい、うん、でその5つの線の中 の枠の中で 95%、うん、97% 入るんだけど、うん、108.12 ってあるでしょ、うん、あります、ね、でここが要はマイナス2シグマだから、うん、ここがとりあえずボリンジャーの限度なんですよ、うん、これ抜いちゃってんの今、
抜いちゃってるからね、ちょっとねちょっと読めなくなってきて、うん、ここでだから今日明日戻りきれば、うん、ある程度あの反発するんでしょうけど、はい、ちょっと分岐点なんです、うん、ただその下のね、はい、課題でテクニカルになりますけど、4月5日にその MacD ではもう売りサインなのね、うん、売りなさいというね。だから結構さ最近ねこの MacD っていうのが MacD、うんはい、とあのボリンジャーの組み合わせってね、はい、もしくは移動平均線の組み合わせって結構当たってるんですよ、うん、通常 MacD っていうのは、はい、あの短期のね、うんまあ、1時間とか2時間とか30分とか、うん、これでビタッと短期でいく、どっちかというと短期売買なんですけどね、はい、結構今当たってるんですよね。あまり聞き慣れない。そうでしょ、はい、名前だったんで。だからいろんな組み合わせで話すんだけど、うん、テクニカルでもあの1個2個ね、はい、で買いだとか、うん、ゴールデンクロスしたとかね、うん、雲抜けたとか、うん、買ったり売ったりするんだけど、1個じゃやっぱダメなんですね、通用しない。そうですか、うん、ワクチンとかコロナで逆転しちゃうんだよね、うんうん、で一番典型的なのがね、これちょっと今マックで話しましたけど、はい、ちょっと出してください、ニューヨークダウ、はい、これ市原さん見てください、アンジーもね、はい、ね、大体矢印と丸重なってるでしょ、うん、重なってます、うん、重なって買いました、重なって買いました、まあ、2番目自体は横ばいちょっと上ぐらいだけど、うん、3番目もそうなのね、うんうん、これ下を下段にマック D にして、うん、で大体まあクロスして上向きになった時買っとけば、うん、ニューヨークダウンも取れてるのね、合ってますね、当たってますね、この通りやってればね、うん、ここ3ヶ月ぐらい取れてるのね、うん、幅別として。ただ買いのポイント売りのポイントは当たるんだけど、はい、要は逃げ方よね、うんうん、例えば、100万投資した人が20万儲かったからすぐやめるとかね、決済するとか、これができないとやられちゃう。あ、売り時ですよね。そう、うん、だから買いのポイント売りのポイントは今お見せしたようにダウンの場合、うん、マックディ使うとね、うん、あ今買っちゃダメ売っちゃダメってなるからね、結構当たるんだよね。そうだから日経225とかニューヨークダウやってる方は参考にしてもらえれば、マック D、なるほど、うん、これねちょっと参考にして、これね、うんうん、ずっとここ 2,3 ヶ月前からずっと見てたのね、はい、結構当たってるんですよね。このマック D のお話は大阪のセミナーではちょっと触れてくれたりします？いや、もちろん、うん、もう大阪では全部話しますよ。あ、本当、うん、まあ時間限られてますけど、うん、よければ何時間でも話しますよ、ね、5月の22日この中原先生の字に貼ってある、うん、はい、ね、ポスターの、ねえ、うん、5月22日大阪、楽しみですね。何言ってもこれ、うん、石田先生もね、うん、ご一緒いただけるからね。僕も行きますから。そう、2人で、僕もそう、2人で、そう、大阪で。だから何回聞いてもね、中東と中東の話とかね、新興国に追随するからね、うん、非常に石田さんも面白いし、私逆に聞いてて面白いから、ね、はい、ね、ありがとうございます、ね、うんうん、お互いに評価し合ってね、ね、セミナーできるんでね。そうそうそう、コラボレーションこの間やった時もね、結構大好評でしたね。そう、11月ね、だから東京では初めてなんでね、うんうん、はい、まあ、これちょっと後に言っとかないと、今話したらもう時間が足りなくなっちゃう。そうですね、そうですね、はい、で次ね、うん、今週ね、はい、今週のもらい今週は ECB ありますよ。ECB ね、もうずっと背泳ぎも1年も2年もね、うん、ずっと背泳ぎですよ、ね、ただその今回その4月のね、要は1週目というかね、はい、3月末まではPEPP ってパンデミック緊急購入 プログラムね、うん、これを一応4月5日から5日から増額してるのね、拡大してるのね、はい、うん、だこれがどう響いてくるかね、うん、この ECB、うん、ECB って6週間に1回なんでね、この発表がどうなるか、うん、ただまあそのユーロ円に関しては、うん、まあまあ読みできてるんだけど、はい、今ご覧のようにドルが弱いんで、うん、ユーロドルね、うん、ちょっと売ってる方に今迷惑かけてる。ユーロ円の方は、うん、ユーロ円組はそんなに儲かってないけど迷惑かけてない、うん、ユーロドル組に関しては、うん、ちょっとドルが不甲斐ないからね、うん、ちょっとだから今週 の ECB に大注目なんですよね、うん、22日ね、で今お見せしましたように月から過ぎて明後日ぐらいまで何の材料もないのね、うん、であとまあその後にね、はい、ラガルド総裁会見ね、うんうん、これも重要で、これは実はねオランダとかオーストリアの中銀総裁がね、うん、この PEPP の縮小、はい、終了みたいな、うん、いうことを言ってるんだけども、うん、これを否定するんじゃないかというね、ラガルドさんがね、はい、ちょっと今の現状も非常に厳しいわけですか、うん、コロナなんかでも、うん、日本と同様に非常に厳しいわけですよ、うんうん、でこれでも結局ドル売りユーロ買いになってるから、うん、これを否定すると、うん、大きく急落するんじゃないか、下がるんじゃないかなと、うん、いうふうなね、読み見てるのね、はい、そうか、注目ですね。 ECB の中でも、うん、EU の中でも話が意見がね、うん、このままもっと増額して継続しなくちゃいけないっていうのと、ある程度、うん、
第3四半期ぐらいから縮小できるんじゃないかというね、うん、こんなもの分かんないでしょ、うん、コロナが収まってみないとね。どっちの方が意見強いんですか今。いやだからそれをラガルドさんが、うんうん、いやいやいやそんな先走ったこと言うなっていうんじゃないかと言われてるのね、うん、だから総裁の言葉ってやっぱり強いからね、うんうんまあ、同調することは多分ないんじゃないかなというね、牽制発言を待ちというふうな、ねうん、形なんですけどね、うんうんうん、であとまあ PMI ね、これユーロですね、うん、これもね、これもね22日明けの23日翌日ですからね、うん、だからユーロ安になった時に切り返す可能性もあるし、うん、ユーロ高になった時に、うんもっと高いかもしれないし、はい、だこれ今週だからユーロを選択するのは非常に危険なんですよ、うん、危険なんですよ、うん、そうか、そうユーロしか指標が出てこないけど、うん、だから例えば、まあ、あのオセアニアとかね、あのドルもこんだけ下がってるから、うんね、もう一回ドル買いとかやっとけばね、はい、大概迷惑はかけないと思うのね。迷惑かけないの今週も当たりじゃなくても、うんうん、ほら当たったでしょぐらいいるんだけども、うん、でも ECB の時って逃げられないでしょ。そうですね、うん、何度となくね、うんうん、だからまああの今週一発予想はもうこれしかないかなというね、逃げるわけがない、はい、自分からね、はい、いう風な感じなんですね。ちょいわる先生の今週の一発予想言っていただきましょう、はい、人気者ちょいわる先生の今週の一発予想はこちらです。勝負ユーロ売り勝負、まあ、今おなしたねある程度あのガラルドさんが牽制発言はしないと思う、あの内山もみしないと思いますけどね、うんまあ、ちょっと今良すぎるね、うん、良すぎるユーロドルがちょっと高すぎる、うん、1.12 まで来ちゃってるから、うんうん、こんなわけはないと思ってね、はい、週末ねいけんじゃないかなというね、ユーロ円でも、うん、ユーロ円はあの戻り売りでね、うん、いけるんじゃないかなと、これも自信を持って自信を持って言えるんですけどね、はい、ちょっと行き過ぎてますからね、ちょっと行き過ぎて、ね、ちょっと試してみてはいいかと思います、はい、ありがとうございます、はい、でさらに詳しい情報なんかをこのセミナーの方でお伝えしていきたいと思いますので、はいはい、ご案内です。はい、はい、こちらです。今回5月22日土曜日10時スタートで緊急開催ということで特別 FX 株セミナーを行わせていただきます。50人限定一応1000円分のクオカードのプレゼントということで、ぜひ皆様のたくさんのご応募お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。当日は私さえも、参加させていただきますので、司会やります。あ、よろしくお願いいたします、はい、ですのでぜひ会いに来てくださると嬉しいです。当日お待ちしております、はい、よろしくお願いします、ね、日本全国の山根さえファンがね、はい、大阪に集結するかもしれないという、関西ライフのアイドルですからね今頑張ってますから ね、ぜひね、うん、あの関西の皆さんもね来てください、はい、お待ちしてます、はいはい、僕とちょいわる先生とねたっぷり情報をお伝えしていきたいと思いますので、はい、皆さん大阪の方にご参加いただければと思います。ということで今週も人気者ちょいわる先生の今週の一発予想のコーナーでした。ちょいわる先生、さえちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。